から、じゃあ食当たりじゃないね。便秘だわ、3日間出てない。風邪がうつったんだろうな。経ちました。え？どういうことだ。あ、なんとですね、コロナ、インフル、どっちも C って書いてある。 C って書いてある。って書いてある。これは検出なしがこっちも C、 コロナし検出なし C なんで陰性だ。陰性、よかった。監禁されるからね、コロナとかだったらさ。陰性、陰性。いや、こんな寝込むかなって思って、すっごい寝たからね。コルポンが前に届かれた。そうなんだ。ポルポン、ポルポンに会ったことあるっけ。まゆ、3日間寝っぱなしは関節痛になる。いや、その前かな、関節痛だったんだよ。いや、その寝すぎたような関節痛たちは本当にこう風邪の関節痛、キシキシの。お腹痛いの治った。治った治った。キシキシしてたのが治った。うん。で、多分こっからまた寝るんじゃない。体が一気にこうボワーってなる。山本さんの元だから。え、ちょっとやばくない？え、それガチなの？私なんかさ、アンチが嘘言ってんじゃなくて、え、202号さん嘘ついてるでしょ。あなた嘘ついてるでしょ。え、私がポルポンくどく。ポルポンの私がくどいたらしい。いや、嘘だよ、絶対嘘だよ、それ202号が嘘ついてるよ、絶対。クルちゃんにも、じゃあ寝たじゃん。そういうネタだよ、ポルポンの。そういう多分ゲイじゃない。びっくりした。あ、ゆちくんはデートしようって連絡した。ゆちくんはポルポンだったし、連絡も取ってないよ、ポルポン。そもそも連絡先すら知らないんだよ。
あ、間違えた。最悪。デートしてみよう。やってくるね。どっかのタイミングで。ただ体調直さないと。まあ便利よかった。あ、まちゃんありがとう。で今日ちょっとたくさん寝て、あー、まゆちゃんお大事にしてね。顔見れてよかった。あー、ちょちゃんありがとう。高額アイテムありがとう。あ、そうだそうだ。リスナーさん、なんとですね、キラキラシールあるじゃん、あれがね、データが届きました。データが届きました。私のステッカー、プリンセスのやつ見たい、うん、これエフェクトかわいいで、ありがとう、ありがとうございます。ちょっとラジオにして、これです。これどう、似てんのこれ、どうなのこれ。これ似てる、え、可愛いけどさ似てないの。少し似てる。似てない。あ、スノーマンありがとう。ひどいな。いやー、なんかさ、あの写真、あのメイクしてる漏れてる写真送ったからさ、もう私今後すっぴん送った方がいいね。いつもすっぴんだから。スノーマンありがとう。あきちゃんありがとう。ありがとう、そのまま。まあでもあれ、いつでも作れるわ、ステッカーが。猫ちゃんもありがとう。まーちゃん、まあでもなんかふわっちってさ全部似てないよね。ありがとう、ちょっとそのまま。ふわっちってなんかイラスト似てないよね、みんな。くるちゃんの方が良かったな。くるちゃんのキラキラステッカーの方が、私のが手抜きじゃない、なんか手抜き、せいじってる。あ、せいじさん、いいな、見てみたい。お腹空いてんじゃないの。いや、まだでしょ。だってあげたの何時だっけ。朝もね、あげてくれたおかんが。最近おかんがね、犬のご飯あげてんの。うちに結構通ってて。まだ早いんじゃない。いや、でも、あ、もう少ししたら私仕事行くよ。いや、私があげる。最近カリカリしかあげてなかったからごめんね。今日は豪勢な料理を。ガンガンタイム。
圧危険。手のひらいっぱい。じゃあお座りして。待て、俺病人だからさ。待て待て待て、いや今日はなんと4個も。福ちゃん最後に食べたいんだもんね、もみじはね。違う、福ちゃんはあのもみじを最後に食べたいからよけてるんだよ。美味しいのは最後に食べるタイプだから。おかん見て、マキがいつもあげてるやつだよこれ。もみじ？そう。どう？ハニーはいいけどさ。ハニーにはあの刻んでる。よかったね。よく買いに行ってんのね。でね、もう熱ないけどさ、まだ関節がちょっとあれだけど、軽のる飲んだ方がいいかな。熱ないのに飲んだらあれ。あ、それ用のやつ持ってきた。どこだっけ。あれ、私のこれ。何？熱の後の関節の痛みを取る薬が、これね。
はい、分かった。これね、うん、これ筋肉のこう痛みを和らげる薬っていうのと、うん、あとこれ一緒に飲んで、これ、うん、薬か、うん、分かった。あれ、あ、これね、うん、で、もうロキソニンは飲まないで、胃がやられてるから。これなん、なんだ、うん、頑張れ頑張れ。ここに飲み方書いてあるからちゃんと守って飲んでね。うん、分かった。ちょっとこれ写さないでよね、本名書いてあるから。うん、あ、もちゃんありがとう。もちゃんもお大事にね。書いてもありがとうございます。ハニーが狙ってる。24.5 っていくつだっけ。何が、足、足 24.5、 うん、外国のサイズ37ハーフとかかな。じゃあ35から40で選んだ方がいいか。足、うん、なんでえ、汚いうちに入るのにさ、これ欲しいんだよ。いやでもパラシュートカバー、外人38だって。おかん38。でもね、靴によっては、靴じゃないこれ、何の話、靴のカバーよ。すっごい汚いうちに入るから、うん、もちゃんありがとう。クールナイス、もちゃんナイスって言って。もちゃんナイス、ありがとう。クール、食べた食べた食べた。よかったね。ね、おかん、なんだろこれ、なんかさ、飲みジュースみたいなやつも飲んだ方がいい。ああ、それ絶対飲んだ方がいいよ。それちょっと、あ、寝室にあるけど持ってくる。持ってくるってなんだよ、自分でもう動けるんだから自分でやんないよ。靴カバーな40くらいでもいいかもねとか。あ、これ何、これ欲しい。難しいか、こういうの。おかんって仕事介護系だよね。うん、障害者もらってるよ。え、これ欲しいな。でも難しいよね。ねえねえ、飲みたくない。いや、ちょっと飲みな。やだ。あ、漢方は飲まなくていいよ。うん、もう漢方は飲まなくていいから。うん、すごい吸収力の高い紙くるのみんな。でもこれ欲しいんだけど、どうかな。何、無理かな。ん、私には無理かな。何が無理だよ。あ、そうか、うん、分かった。じゃあやめよう。ちょっと回してあげるよ。あ、開けてくれんの。だってそういう力もないじゃん。開けてくれた。ちょっと、ね、飲みにくいけど。なんでそんな優しくしてくるの私に。絶対早く寄ってくなってもらわないと。明日の朝もさ、洗濯物を取り入れに来てとか言うでしょ。そんなこと言わないし。絶対言うよ、雨降るからもう洗濯物を取りに来てって言うでしょ。言わないよ。言うよ、わかるんだ。これなんだ、カルシウム。あ、ちょっとやばい。あ、やばい。お迎えの時間だ。バスに遅れちゃう。じゃあまたね。洗濯物入れなよ、ちゃんと。まずこれ。まずくても体にいいから頑張って、あと水飲めばいいんだよ。まず。
じゃあまた困ったら呼んでね。うん、バイバイ。じゃあまた明日ね。で、やっぱり洗濯物。じゃあね。なんていうのこれ、エルイオンカルシウム、めちゃくちゃまずい。これなんかすげえ酸っぱいし、もずく酢の味と似てる。まず、まずいのは体に効くからね。まずいのは、いやこれ薬局とかに売ってんでしょ。ああ、じゃあちょっと薬飲んだし、ご飯食べたし、もう一回寝ようかな。明日には完璧に治るかもしれない。本当はね、あの総理とさ出かける予定だったんだよな。関節の話わかんないよ、どれかどれだか。寝配信は私寝れないの意識しちゃって、そう。そういえばあの次は総理、あのなんとあの恵子ちゃんと絶縁になりました。恵子ちゃんと絶縁したらしい。なんか私この前さ1月の頭にさブロックされたじゃん。それがあの恵子のせいらしいよ。その恵子とあの俺結婚するからって言ってたじゃん。なのに気づいたらさ結構カナダにいるじゃん。なんかそれがもう許せなかったらしくって、徹底的に潰すらしい。もうあの女潰すって言ってた。潰すも何ももう会えないよ。そう、俺と結婚するって言ったくせにとか言って、絶対言ってないと思うけどね。あ、そういう、ああいうやつなんだよ。ああ、いいや、いいや。漢方はちょっと私、苦手なんで、飲まない。驚かないっしょ。たまったもんじゃないよね。私、初めてさ、総理が登場した時ってさ、え、眉ってそうなの？とか言われるじゃん。例えば、あいつが言った歴史で言うと、私は脱税してるし、あいつと一発か二発やってるし、あとなんだ、とにかくいろんなこと言われたけど、え、高麗人参も効くかな。そんなバカバカ飲んでいいの。あるけど高麗人参、そんなバカバカ飲んやばい。顔も洗ってないや、もう。顔も洗ってない。ああ、やったな、自分で言った。いや、なんかそれね、なんか私見たけど、いつかのタイミングで録画。それは、あの俺はなんか中国人の風俗嬢とあのやってるからみたいな、それでなんか結婚するみたいな、もうお前いらないから出てけみたいなこと言われたのを一発二発やったぐらいで、勘違いすんなよみたいな言ったのを私がやったって勘違いされたんだよ。そうで、それをなんか総理はあのやったって思われてほしいから、なんか多分プライドじゃない、否定しないんだよ。でもね、それはね、あの
配信外でゼロワンと電話してポロっちゃってるからゼロワンは知ってんだけどね。ゼロワンは知ってんだけどね。うん、3日ぶりに食べた。3日ぶりに。まあでも総理別に仲いいけど。北海道今度旅行行くんだけど好きなお土産。お土産くれんの？なんだろう、なんでもいい。あ、てか聞いて、あの私さ、リスナーさんで漁師がいて、3月にカツオ、あの1匹丸ごとカツオをあの漁で釣ってきてくれるって。ちょっとで、ね、さばく練習しようかな。